こんばんは。こんばんは。ちょん。キラキラ。私はスター。私は今から。スターになります。こっちの方がいいかな。どん。でもこっちにしたらさ、見えんくない？こっちにした方が見えるよね。でも顔がね、こっちなんですよ。今日のメイクのこだわり？でもなんかさ、今日お昼に配信でメイクしたんですよ。なんか手際よくやるのがいいのかもしれないとか思ったり、思わなかったり。でも私これに近い顔で、これに近い顔で結構写真集撮れたと思うよ。思いますよ。サマステはバッチリ？あ、さっき復習してました。
マステ行きたい。え、来てよ。サマステおいでよ。あ、てか地震大丈夫だった？みんな。広島は揺れましたよ。私も爆音が鳴ってビビりました。なんかね、ちょうどね、着替えてたっていうか、ちょうどすごい薄着で踊ってたんですよ、明日とか明後日のやつを。そしたら爆音が鳴って、びっくりしました。こんばんは。
まあ楽しみにしててください。こんばんは。今から私は夜ご飯を食べようと思うんですけれども、特に何も決まってません。どうしましょう、どうしましょう。みんなと夜ご飯が食べたいんだけど、どうしよう、家にあるものがもうめちゃくちゃ限られてて、ご飯を炊くしかないかもしれない。ご飯炊き配信、ただのご飯炊き配信になるかも。家に特に何もないんですよ。何もないまま始めてしまいました。ご飯を炊いて待って混ぜて食べるところまで。それになっちゃいます。でもさ、そうなんですよ、なんか明日から東京に泊まりに行くから、炊いてもね、冷凍、ただ冷凍する、冷凍して包むだけになっちゃうんですよね。どうしましょう。夜ご飯食べました？今から食べる？また買いに行く？ちょっと買いに行くのはさすがにもう怖いからやめとく。一回踊ろうかな。明日おにぎり持参。あー、朝ごはんに、あ、いいですね、それもあり。ふりかけはあるんですよ、ふりかけ。ふりかけとふりかけがあればいいよね。なんか買ってくればよかったな。でもなんかお米を食べる気分でもないんですよ。
これ美味しいのでおすすめですよ、しそわかめ。これめっちゃ大好き。そうめん、やっぱり囲碁の糸。私の今のお家にあるものはそうめんと、あとお米ですなんか買ってきたら買った夜ご飯をみんなと一緒に過ごそうって思ったけど、ちょ、見切り発車にも程がある。あ、待って、チーズがあるよそうめん食べるか。絶妙に合わない。あ、待って、あとブルーベリーソースあるよ。どうしよう、この組み合わせで何かできるものを考えられる方いますか。クリームチーズ、ブルーベリーソース、そうめん、しそわかめ、お米で、めんつゆはちょっと切れてますめんつゆは切れてます。すさまじいチーズとブルーベリーソース。あ、ちょっとこれ混ぜ合わせてみようかな。クラッカーはね、もう切れちゃったんですよ。実はチーズとブルーベリーソースはクラッカーで食べてたんですよ。クラッカーの代わりにそうめんを焼く？闇クッキング始めてみますか？いいですよ。え、楽しそう。あと一房あります。美味しいのかな？え、ちょっとみんな応援して。どうしよう。あ、待って、かつお節もありますよかつお節もあります。どうしよう、どうしよう、ちょっとやめとこう。やっぱ食材を無駄にするのは良くないよな。もう何も食べとこうかな。だってご飯の気分じゃないもん。一番無難なのはお米を炊いてこのふりかけで食べることなんですよ。で、残ったご飯は冷凍包んで冷凍にするっていう。プラーメンとかもない。
米とシソワカメで乗り切るか。じゃあ今からお米を炊きますか。じゃあ手を洗わないといけない。お米を炊くと一歩前進。でもお米炊いたとて、私にまるで興味ない。何度目かの失恋の準備。イエイイエイイエイ。周りを見れば大勢の可愛い子たちがいるんだもん。地味な花は気づいてくれない。トゥトゥン。イエイイエイ。カフェテリアなんかでるミュージックぼんやり聞いてたら、知らぬ間にリズムに合わせつま先から動き出す。止められない今の気持ち。カモン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 ベイビー、占ってよ恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。ヘイヘイヘイ。全く作る気ないって人。やばいやばいやばい。君を呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキーよりもよくしよう。へいへいへい、へいへいへい。人生捨てたもんじゃないよね。あと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。デリデリデデリデリデてれてれて、てれちゃれちゃ、てれちゃ。そう、なんかね、お料理をね作ろうかなって思ったんですけど、私としたことが全く材料がないままちょっと始めてしまいまして、ちょっとどうしたものかと。それでまあとりあえずお米を炊こうみたいな流れにはなってるんですけど、一向に私がお米を研ごうという気持ち行動に移ろうとしなくてですね、まず手もまだ洗ってない状態なんですけどっていう状態なんですけどそうなんです。ポニーテールとシュシュ踊ってもいいですか。ダン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 カレンダーより早くシャツの袖口まくって、太陽が近づく気配。
服の上から衣替え、青い海波打ち際で君と会いたい、裸足の水しぶきポニーテールらしながら風の中、君が走る砂の上、ポニーテール揺らしながら振り向いた、君の笑顔この夏が始まる、ダダ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 ダちゃん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 ポニーテール風の中、君が走る砂の上、ララ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 ラ、キラ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 ー、ごめんときますか。じゃあでも一旦ちょっとここ踊ったので今ほこりが立ってると思うのでちょっと待ちます、収まるまで。配信開始から何も変わってません。おっと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 、じゃあその間に皆さん何か食べててください。何か食べてたら、じゃあそんなに言うんだったらみんなが勝手に何か食べてたらいいんじゃない。トゥン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 トゥ寝そべた大胆な君の一言が雨たるいちゃんちゃんに追い出した、どこまでも青い海と空、僕たちの関係に似てる水平線は交わってるのに、そう今はまだわがままな妹のまま、真夏のサンスクつぶやきながら次のステップへ進みたいね、恋のカリキュラム波を閉ざすく心が騒ぐよ、去年よりも僕は本気になる。
と休憩。もう一回踊っちゃったので、ほこりが立っちゃったので、一旦お米研ぐのはやめます。パパパパパン、パパパパパン。気が向いたらちょっと手を洗ってきます。プワーデン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 、ジャン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 、じゃん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 、なな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 、次で振り付けるオンザビーチ、うぬぼれ、なんだっけ、キラ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 容赦ない太陽が、次で振り付けるオンザビーチ、うぬぼれ、温度は急上昇、落ち着かないのは真夏の差がだね、二人目が合えばなぜかそらすのに、僕をまたすぐ見る君って、もしかしてもしかして、フライゲート僕は一足先に、君の気持ち今すぐ手に入れようか、フライゲート何か言われる前に、心の内ビリと感じるままに、好きだから Love her again。 にゃんにゃんにゃん、ずっちゃんずんちゃんちゃかちゃかちゃん、ずん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 、フラインゲート僕は一足先に、君の気持ち今すぐ手に入れようか、フラインゲート何か言われる前に、心のジビビと感じるままに、誰といても誰といても、微笑み方微笑み方、君は僕に恋を壊してるのは定番、フラインゲート何か言われる前に、心のジビビと感じるままに、好きだからラブフラゲー、ドゥルルルルルル、はい、なな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 、僕は積んだ、いきなり積んだ、ここから先に進めない、
どうすればいいんだよレミナ、わかんない振り付けが。注射を移しながら君が振り返って風の中で微笑むだけでなぜか何もなくなるよこんな思っているのに注射僕は誰構わないよ同じクラス出会った日から綺麗になった今日までずっと「タッタチャチャラチャルルン」何踊れるかな私。大声ダイヤモンドだったら踊れますよ。チャンチャンダンダダ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 ダ心のもやもやが消えて大切なものが見えたんだこんな簡単な答えが出てるのに何にためらって見送ったのだもう僕であるために衝動通り素直になろう大好きだ君が大好きだ僕は全力で走る大好きだ大好きだずっと大好きだ声の限り叫ぼう大好きだ君が大好きだ息が苦しくなるよしまっておけない大声ダイヤモンド大好きだお米大好きだ僕は全力で叫ぶ大好きだお米大好きだ声の限り叫ぼう大好きだお米大好きだ息が苦しくなるよしまっておけないお米ダイヤモンド勇気を出してみようよ黙っていちゃそのままさ恥ずかしさないんだ好きって言葉は最高さ好きって言葉は最高さ好きって言葉は最高さチャン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 感情を吐き出して今すぐ素直になれちょっと熱い
もしかしたらちょっと何もせずに配信を終わる可能性がちょっと出てきました。配信後に食べよっかな。でも本当になんか何も食べる気が なくて、だからなんか気持ちを奮い立たせようと皆さんと一緒に夜ご飯を食べようかなって思ったんですけど、ちょっとダメでした。ただいま。じゃあ皆さん、私はもう歌います。ご飯を作るのは諦めました。小島選手、ご飯を作るのを放棄しました。諦めました。そうだね、なんか歌ったらお腹空くかもしれないですねなんかどうしよう、うん、お腹空くかもしれない人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたに楽修行を。雲の上浮かぶように、ふわふわと歩いてる。そう、夢見心地で、世の中のすべてのもの、キラキラ輝く、そんな気がしてた。甘くはないんだ、現実は。愛しさは跳ね返る。心が痛いよ、片思い。微笑みの向こう側へさ、目と目が合った瞬間、涙をいくつ乗り越えれば
好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を占いをしてみたり、友達の噂とか気にしたりしながら、恋をしなきゃもったいない、女の子たちの特権じゃないか。いろいろあるんだ、知ってみると理想とのそのギャップ、楽しいだけじゃない忍耐よ、厳しさに負けたくない。ああ何も始まらなければ傷つくこともなかった、孤独も感じなかったね。そう、人を好きになるってこんなに険しい道ね、悟るまであなたにラブ修行を。どんなに苦しい悲しいことがあったって、どんなに寂しいことがあったって、どんなに苦しいことがあったって、どんなに傷つくことがあったって、目と目が合った瞬間こうなる運命だった、涙をいくつ乗り越えればいいの。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。今日しつくちょ、もう一回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 ちょ、もう一回教室から何が見える、真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口、クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない、会えなくなってやっと気づいた、
その興味とは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえたような。いつだって彼女を探そうとして、そばにいるとただの友達でも離れた分過敏になってる。恋の感じているよ。校庭には何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき入学式、デジャビュみたいな桜の木。切な悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか。片思いの入り口、同じ校舎で学んでるのに、僕らははぐれてしまったよ。会えないことがこんなに辛いって今までずっと思わなかったんだ。なぜこんなに胸が苦しいんだろう。クラスメイトの一人だったのに振り向いた彼女を思い出すと、斜め前の席に座っていた。その存在当たり前すぎて、異性として気に求めなかったよ。教室から何が見える？カーテンがふわりふわって邪魔をしている。誰かが開けた窓のせい、紛れ込んだ犬が鳴く。心に何が見える？純粋な愛か期待願望なのか。僕の風は吹いてるか。彼女は何も気づかず、いつの間にか入り口。朝早い通学路、偶然ゼロで出会った。久しぶりのことがなぜか言えずに、ぎこちなく半分ほほえむ。教室に何が見える？新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき入学式、デジビューみたいな桜の木。変な悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか。片思いの入り口。ちょっとお腹空いてきたかもしれない。お腹空いてきたかも。
美しいあの街、棒が住むと信じてきた私が生まれ育った、全てを知ってほしい、一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて風景が海に滲んでくる、夢が叶うとその思いが溢れ出して瞳から伝えたくなる、あなたと一緒に歩きたい、季節の移ろいは成長してゆく心に似ている、どんな花を咲かせながら時には思い悩んで大人になってゆく、その修行から見守ってくれた誰かの存在支えなんだ、未来はいつも姿見せずに待っているよ、胸吐き甘えないように、愛とは涙、新しい芽を出す、苦しいことも悲しいことも喜びに変え笑顔になれる、いつだって明日は来る、未来はいつも思う よし、ご飯を食べるか、ご飯を食べますか。 MGT48 さんのマックス時365号合ってますか。
新潟さん、ちなみに私がいつも食べてるお米は新潟米です。見てください、本当に食べてます。 NGT さん、これからも末永くよろしくお願いします。じゃあ本当にご飯を食べてきます。はい、食べてきます。でも炊くだけ炊こうかな。どうしよう。もう1時間ぐらい私ご飯を炊こうか炊くないかずっと言ってますね。あれ1時間も経ちましたか。その間にたくさん歌ったり踊ったりしました。そうだね、まずは手を洗わないと。踊る前に炊いた時は炊けてた。確かにもう炊けてる時間本当だ。うわー、私としたことが。まあいいや、なんかお米の白米様、あでも歌えないな私。なんかないかな。ファンタスティック三色パン、パンの歌だし。いやでも本当に私ね、あんまりお腹空いてないんですよ。
だから口内炎ができるんですよね。こんばんは。明日は上手か下手か、どうだったっけ。明日はですね、みんなから見て、いやでもどっちでもいいと思うんだけど、みんなから見て左側の方がもしかしたらいいのかもしれない。いやでも右側でも全然いいんだけど、でもどっちかっていうと下手ですね。みんなから見て左側かな、どっちかっていうと。どこにいても楽しむよ。ありがとう。ありがたい情報？本当ですか？でもなんか上手でも全然いいんだけど、どっちかっていうと、下手がいいかな。明日のサマステの話です。アイドルサマージャングルは、みんなから見て右側かも。明日は左側。かな。でオイルシャンプー歌いたくなった。夏の日差しと風
袖のシャツがキラリ、水のないプール、君はデッキブラシで掃除してた。僕はホースの先を細めて、霧のその中に虹を見せるよなんてふざけてた。一番近くに「おいでシャンプー」「振り向いたときスローモーションで揺れる髪」「おいでシャンプー」「君の予告が甘く切なく届いたよ僕に」見ながらまだま終わらないねて、トゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥ、8時20分。じゃあご飯本当にご飯食べてきます何食べようかな、わかんない、もう最近また食べたものを報告します。バイバイ。13位あんちゃん、12位ソリオさん、11位カタカナのタカさん、10位サーポン、9位デサイズハート、8位ナベナベ主張、7位ウリンちゃん、6位ガントチャートさん、5位ハイキーさん、4位クジマスさん、3位シャンくん、2位タカシさん、1位ブンちゃん、ありがとうございました。じゃあなんか食べた食べ物報告します。バイバーイ。